はい、どうも、ゴリスポです。皆様、お疲れ様でございます。今日はゴリアニですね。ドラッグスター400。これで、どこだっけ行ったの？大笹牧場。栃木県の、あそこは日日光。光だよね。大笹牧場。一人で行ってきたらしいです。大笹牧場は自分も何回も過去行ってます。そして、あれですね、規制緩和？規制緩和でもう随分集まってきてるバイク乗りは。今まで、お店閉まってたらしいですが、例のコロナバイオスですね。で、規制緩和で、ゴリアンニが調べたらもう行けるよっていう情報を、得たので、今日一人で行ってきたそうです。美味しかったですか、あれは？ジンギスカン。ジンギスカジンギスカン美味しかった。ン。ジンギスカン美味しかった。マサラアップ。そしてゴリアンニやらかしたらしいです。これですね。これは どこだっけ？大平さん。大平さん。大平さんの、あの例の、ボコボコ。ドリフト防止のボコボコのやつ。引っ掛けてバイクで回転式。よく転ばなかった。大平さんは昔ドリフト小僧がいっぱい集まってて、途中で、上りと下りが一緒になってて、その中間ですね、にドリフト防止でボコボコがあります。そのボコボコに引っ掛けて よく転ばなかったね。大平さんで何食ってきたんだっけ？団子。団子 団子を食ってきたらしいです。笑っちゃう。大平さんといえば本当は卵です。あとは、なんだっけあれ、あとは焼き鳥。ところてん。ところてんはねえだろ。いや、ところてん名物だったような気がするよ。道県民なんで、あんまり逆に詳しくないというか、近いんでね。大平さんといえばゴリスターもこかしましたね、一回。なかなかの被害を受けましたが、よく転ばなかったよな。ゴリアにはあれが欲しいそうです。サドルバッグ。これはちょっとゴリが、ちょこちょこっとやってあげてもいいんだけど、ウィンカーが邪魔ね。ここね。サドルバッグをつけるには、ウィンカーが邪魔ですと。ナンバー出しちゃ余裕だよね。前回出すけど。あ、そっけ。で、何、今日何、土砂降り？今日は高速走ってったら、宇都宮で土砂降り。高速走ってたら、宇都宮で土砂降り。行き。帰りは大丈夫。帰りは大丈夫。よかったね。そんなわけで、ゴリアに、一人で、大笹牧場に行くの巻。そして、なんだ、大平さんのドリフト防止に、マフラー引っ掛けて、一回転したそうです。上り行ってたはずなのに、なんか下りの方向向いてる。上り行ってたのに、一瞬で下りの方向向いちゃったらしいです。でも本人は、こけてないそうです。とっさに足ついたって？大したもんだ。よく一人であちこち。大平さんは、所長って言っても大丈夫だよ、別にね。所長、上司ですね。上司のバイクが例の、ウルトラです。自分が鍵を、落っことしちゃったあのウルトラ。ちょっと面倒見てくれってしばらく自分が、見てたバイクですね、ウルトラ。で、ある日突然何にも言わなくウルトラがなくなってたんです。自分のところから、ガレージから。自分盗まれたかと思って、本当にヒヤヒヤしたんだ、あの時は。一言言えよって言って、もうガチビビった。ね、所長がびっくりして、自分。で、今は所長がちゃんと見てるらしいね。そんな感じで、ゴリアに一人で大笹牧場に行ってきました。というお話でした。ご視聴ありがとうございます。なんか一言。マフラーの音が変わっちゃったよ。マフラー音、じゃあマフラーかけてみる、エンジン。マフラーの音変わっちゃうよね、そらね。笑っちゃう。変な音。違うな。
なんかでも漏れてる感じはしないんでペチペチ言ってるけどな。でもやっぱりこ、うん、音のあれだからこれへこみでどうなんだろう、ちょっとわかんねえな。まあそんな感じでドラッグスター400でした。これ車検通んねえぞきっと。はい、再びゴリスポです。ちょっとゴリアニのドラッグスター久しぶりに乗りました。恐ろしく乗りづらいバイクですね。そしてこちら LB さんの、撮れてるかな、 LB 和なしを飲んでみたいと思います。もうこれはさすがにダメな予感は全くしませんね。絶対美味しいやつです。ああ、なしですね。普通に和なし。美味しいです。なんかこれハンドル曲がってる気がするよ。右にちょっと曲がってる感じがする。わかんないでしょ。わかんない。わかんないね。もうそれで慣れちゃったもん。うん。だろうね。乗ってまっすぐに対して多少右に曲がってるんだけど、それでもまっすぐになっちゃう。そんな感じでしたね。でもさすが国産、いいバイク。そんなわけでゴリスポでした。